こんなん何でもねえもんね。こんなサビぐれ穴が開いてる、穴が開いてようが落ちようが。俺だってあの重量鉄骨、うん、ねえ橋とかプラントの、うん、あの十何ミリとかさ、あの肉厚の重量鉄骨が穴が開いてんだよ。もうここが見えるんだよ。バレーですよ。おっかないよ。足蹴りすればプラントごと崩れるよ。だから自動車の板金が錆びるって当たり前だと思ってるもん。そうですよね。そうだよ。だって十何ミリの鉄骨が穴が開くんだよ。あの線路のレールが錆びるのは何から。そうだよ。それから立ちなくなって草が。俺僕はそこまで形がないのは初めて見てるよ。いくらなんでも鉄板が薄いとか壊れてるっつうのは見たことあるけど、形がないっつうのもすごいよね。だから驚かないよ、重量鉄骨が穴が開いてるの見てるから。そうね。うん、全然。はい、開きます。そうだよね。やっぱそれはマフラーなんとかしないとだよね。雲が住んでる。カマキリがいた。雲がいた。ちょっと無理だよね。よくそんなんでフランジが残ってたよね。これ不思議やね。こんなの見せたらさ、奥田さん外叩いて作れるんじゃないって言い出すんじゃないかもしれない。ああそう。奥田さんだったら、社長だったら大丈夫だよ全然ってかい、第一フランジが残ってるわね形がってかい。